でも、そこへ行こう。3人の仕方に隠してもらう。おしりんだって言って一緒に。誰か、そこへ行こうっていうか、探してみるがいい。犯人は、この3人の中の誰かだ。私が当ててみせましょう。あなたはチョコ1個を持っていますか？はい。ハルトだけはチョコ1個を持っていますか？はい。アンナさんはチョコ1個を持っていますか？はい。コナハさん、チョコ1個はどのぐらいの大きさでしたか？このぐらいです。わかりました。ハルトだけ、チョコ1個はどのぐらいの大きさでしたか？このぐらいの大きさでした。アンナさん、チョコ1個はどのぐらいの大きさでしたか？このぐらいでした。わかりました。では、チョコ1個はどんなキャラクターでしたか？すみっこ暮らしです。ティーちゃんです。リラックマです。わかりました。犯人は、あなたです。あなたです。それでは犯人、チョコエッグを出してください。正解は私が待っていました。みんなは分かったかな？今回は私たち怪盗Kの仲間たちが勝ったぞ。イエーイ。じゃあこれからみんなでチョコ1個を食べようではないか。イエーイ。1,2,3,4 って覚えておいて。うん。じゃあ誰が最初にルーレットやる？2人だね。何そんなあんなふうに。これです。どういうこと？2番イエイ。ストップ。それアンナのさじ加減じゃん。完全に。一番イエーイ。じゃあいいよ、やってみよう。あ、いいよ、もう実際に行って。ストップ。はい、じゃあ私からだ。決まった。じゃあ何が出るかな。オープン。オープン。せーの、オープン。はい、懐かしい。これ。お、これね、ヒカキンさんとハローキティのコラボのチョコエッグ。イエーイ。ごきげん。今頃気づいたね。ここにじゃあ開けよう。じゃあ開けよう。破らないで。分かった。じゃあアルミホイル破らないで。できるか選手権。みんなゲーム盛り込まれてるけど。めっちゃ破いてるよ。ルール。出てきた。お、出てきた。食べちゃう。早い。できた。私できた。これなんかすごい、初めて探して。これちょっと待って、どうやって食べる。このままそんな真剣なくていいから、もう破っていいんだよ。私半分こに割ってもいいですよ。いいよ、いくよ、せーの、いただきます。いいよ。開いた。綺麗に開いたぜ。あ、大きいね、おもちゃも。あ、ほら見て。あ、すごい綺麗。出てきた。え、すごい、初めて見えた。いただきます。でこ、うん、大きい。顔が美味しい。ねえ、おー、リンタンももりもり。まずチョコの方から堪能してるね。おもちゃ後回しで。うん、え、カノンちゃん初めて食べる？うん、うん、そうだよね、初めて。食べることないよね。あ、まだガンって。あー、このまだ2回だった時にね。あかんね。ツルツルするからね。ちょっと髪の手、髪の手、髪の手、髪の手。神が助けてくれてね。あ、おお、お、誰。お、それは顔だけだ、まだ。うん、うん、この人だ、本当だ。
これは誰でしょう。すごい、リータンデヴィ夫人が当たりました。イエーイ、デヴィ夫人すごいね、なんか確かにしまとくね。すごい可愛い。髪の手、髪が形でチャレンジ。牛の屋ハローキティだって。へえ。何か思ってた。牛丼。こちらが吉野家のハローキティです。可愛いです。はい。じゃあ、じゃあアンナ。せーの。あ、髪の毛で。お。あ、招き猫。招き猫。招き猫。あら。はい。招き猫キティちゃんでーす。はい。なかなかね。そうだね。猫は猫になっちゃったね。キティちゃんっていうか。はい、うん、お、なんだろう、かぶりなかった警察官、かぶりなかった警察官、新幹線、新幹線&ハローキティ。はい、すごい、車掌さんってこと。はい、新幹線ハローキティちゃんです。イエーイ、かわいい。サドコも欲しかった。サドコ、そうだよ、私ね、私ピオサラさん。本当だ、すごい切られる。貞子ってこれ。はい、4人はこんな感じのキティちゃんが出ました。残念ながらね、ヒカキンさんとシークレットは出ませんでしたけど、みんなもぜひハローキティ、ハローキティチョコエッグを食べてみてください。はい、じゃあ食べてみてね。このハちゃんも撤収してしまいました。神の手。ありがとう。あ、え、なにこれ、なにこれ、お団子みたい。お、なんだこれ、シークレットだ、シークレットだ、あるよ、あった。